織田勢による西国攻略の最前線となる神月城では、尼子勢がお家再興をかけて毛利との戦いに臨んでいた。しかし毛利の大軍に対し尼子勢の手勢はわずか。毛利の進出を警戒する信長は即座に援軍を派遣する。先行して出陣した秀吉と鹿之助に光秀も合流すると、窮地の尼子勢を救援すべく神月城へと急いだ。神月城決戦。待たせたな、秀吉殿、鹿之助。状況はどうだ？来たな、光秀。神月城はだいぶ攻められちまってる。こりゃあんまり悠長には戦ってられねえだろうな。そうか、ならば速攻戦を仕掛けるが上策だろうか。鹿之助はどう思う？ああ、そうだな、俺も光秀と同じ意見だ。任せてくれよ、俺誰よりも頑張るからさ。鹿之助。よし、そうと決まれば善は急げだ。行こう二人とも。よし、オイラたちも行くぞ。鹿之助の息に負けてられねえな。ああ、鹿之助、何やら様子がおかしいようだが。出番だな。鹿之助の力当てにいたそう。
急いで光月城へと向かうぞ。急いでください、勝久様。まずは奴らの砦を制し前線を押し上げる。そこだ、全軍進め。光秀と力を合わせて勝久様を助ける。しかし引っ張らないようにしないとな。光秀はすごく強くなったのに、これはまだこのままで本当に雨子を救えるのか。見事、さらに精進せよ。今は引くしかないか。だがこれで終わりと思うなよ。任されよ。やるではないか鹿之助、その息で進め。そっちこそ月読み甘いわ。そうだね、今は自分を信じるしかない。待てよ。なんか企んでるのか。いや、今は気にしても仕方ないな。先へ進もう。重きを逃すな。一気に攻める。開門。総領。総領。三号。総領。よし。この勢いのまま毛利を攻め崩して光月城へと向かおう。まだ倒し足りない。行け、白火よ。雨子を闇に沈めてしまえ。何やつ。うわあ、誰か。そこだ。どうだ、どれ。俺から逃げられると思ったか。耐えきれん、引かせてもらう。鹿之助、より一層強くなったようだ。やってやる、やってやる。任されよ。足なし、入れ。受けてみよう。来たぞ者ども、撃て。ごめん。おら、そら、はめられたか。ガチ抜く。この状況はどう切り抜ける。待てよ。なに、光秀が攻められて。じゃあね、これを企んでいたのか。隙を見せたら、隙を見せたら、そりゃ、そりゃ、せいや、そりゃ、そりゃ、甘いわ。味方が頑張ってるみてえだな。隙を見せたら、よし、おいらも張り切らねえと。そりゃ、そら、うがち抜く。秀の力は欠かせない。今すぐ助けに行かないと。鉄砲隊を倒して光秀を助けよう。総領、せいよ。総領、任せろ。承知した。どうれっと、そこだ。果てるわけには。終わらせる。
そうフルートしよう。やってやる。それ。やってやる。それ。ここは一度引く。弓兵よ、奴らの足止めは任せたぞ。任される。そりゃ。弓兵が控えていては進軍がままならない。進路を変え、南西砦から光月城へと向かう。確か光月城には裏道があったよな。それを使えば気づかれず進軍できるはずだ。待てよ。くそ、どけ。早くあのことを伝えなきゃならねえってのに。民兵が襲われてるみたいだ。見過ごすわけにはいかない。助けに行こう。道久様がいねえ。まさか裏切ったんじゃ。やってられねえな。俺たちも引くか。道久が裏切るなど到底信じられぬ。毛利の策なのだろうか。好機だ。いざ攻め入ろう。任せろ。どうやった。あ、敵が城内に。援軍はまだ到着せぬのか。としみつ、大いに震えよ。しかのすけの願いを俺はこの地で叶えてやりたい。無論こたびのみはしかのすけがため戦い抜きまする。勝久、お主の首は毛利繁栄の供物となる。見くびるな。たとえ私が散ろうとも、アマゴの執念、決してついえはしない。甘いわ。立てよ。ごめん。肩慣らしにもならぬ。フルはなんだか。オラは確かに見たんだ。道久様が怪しい奴らに砦に連れてかれるのをな。何、道久様が。なんて卑怯な手を。開門。道久の拉致が嗅ぎつけられたか。花の効くやつらめ。ごめん。おじい様の命により開門いたします。開門。勝ち抜く。せいや、そりゃせいや。兄上、みな、私は無事です。ご心配をおかけしました。開門。受けてみよ。道下様、裏切ったわけじゃなかったんだ。俺たちすっかり誤解しちまってたよ。どうやった。道下が無事でよかった。これより一層フルートしようか。終わらせる。おじい様は全てお見通しなのです。これより先には行かせませんよ。開門。光秀を城へと進ませないと。砦の敵は俺たちの残りの将で引き受けよう。開門。俺から逃げられると思ったか。ここは引くほかあるまい。ここは引くほかあるまい。見事だな。
敵の侵入を防ぎませんでしたか。開門どうだった。誰でもできることがある。このまま自分を信じて突き進むぞ。鹿之助の言っていた裏道はこれか。終わらせる。皆この場は任せた。俺は城へと向かう。我ら再び水産、今度こそ奴らに一泡吹かせてやるわ。甘いわ。待てよ。おいてめえ、その首ここに置いていけ。兄上、私の力お貸ししますよ。ぶがち抜く。父上の元へは行かせないさ。視力を尽くさ。そりゃ隙を見せたか。そりゃ受けてみよう。そりゃ甘いわ。この程度戦火とは呼べぬゆえ。肩慣らしにもならぬ。力及ばずか。おう、やるではないか。うがち抜く。わかった。ターン。せいや、受けてみよう。せいや、どりゃ。探せろ。ハーッ。どれだ。せいや、どりゃ。そこだ。どれ。まだ倒し足りない。攻撃はやんだか。では進軍する。まずい。敵の増援を元成と合流させるな。どうだ。よっしゃ。なんとか合流は防げたようだ。上々の戦果。あなたならば当然か。やってやる。まだ倒し足りない。任されよ。受けてみよう。この程度戦火とは呼べぬゆえ。敵将始末いたした。悔しいがここまでか。信長様より伝令です。急ぎこの地を離れ播磨攻めに参じようとのこと。そんな。でも光月城まであと少しなんだ。信長様の命でも俺はまだ戻れない。光月城はもう待ちか。迅速にことをなせば有馬への参陣は間に合うと。鹿之助の思いを尊重したい。全軍速やかに毛利を討滅せよ。そりゃせいや。甘いわ。弱っちいのは俺の方かよ。つまんねえ。私では至らないというのか。勝久、ただいま参りました。鹿之助、俺は着いたぞ。お前も早く向かってこい。
だ倒し足りない。どうやった。来た、しかり貴様の首、今日こそ落としてくれ。頼む光秀、力を貸してくれ。俺たち二人でこの戦を終わらせよう。ああ、月下の誓い、今こそ叶える時だ。互いに磨いたこの力で毛利を倒そう。決まった。そこだ。貴様らは目障りなのか。毛利の繁栄のためこの地で散れい。やってやる。血を見せた。任されよ。受けてみよ。果てよ。撤退までの刻限が迫っている。急ぎ勝久殿をお助けせねば。急げ。頑張ろうな。承知した。終わらせる。やつらの結束、読み切れ。なんだか貴様の勝ちだ。しかよ、その執念、覚悟、恐ろしきものとは。討ち死に。やったのか。ついに俺は、光秀。ああ。そんな、俺光秀みたいに強くないし、今回だってみんなの力がなけりゃどうなってたか。何を言う。支えられていたのは俺の方だ。お前の明るさと信念の強さに。だから、ありそっか、そうだったのか。よし、こうしちゃいられ。毛利を倒してからが本当の天子最高というわけか。俺も。旧敵武田家との攻防を続けて、三太夫は信康やむを得ず信康討伐のため出陣。信康騒動。信康が武田に通じて謀反を企てているだと。そんなの嘘よ。あの子が私たちに黙ってそんなことするわけないじゃない。大変だ。信康が武田の軍勢を引き込んで兵を挙げたようだぞ。武田勢が現れた以上、穏便には済むまい。とにかく真相を確かめねば。若、お待ちあれ。半蔵
なんだ、申してみよう。あの信康殿が若谷瀬名様を裏切るなどはいささか心当たり。この乱世俺を使いこなせよ、竹千代。半蔵が戻れば真実が明かされよう。それまでいかにして時を稼ぐか。まずはこの劣勢をどうにかせねばなるまい。し、皆の者、武田の兵を削るぞ。武田は崖上より兵を送り込んでいるようだ。俺が行って止めてきてやる。我らにこうして信康が兵を挙げる手はず。家康もこれで終わりだ。なぜ武田が、何がどうなっているのだ。信康が武田勢に飲まれる前に引き離さねば、先に我らの手で信康方の将を倒してしまうか。堪忍ならぬ。信康が裏切るはずなんてないわ。真相を確かめるまで。お、私は引かないわよ。せな、にならぬ。そうだな、私も同じ気持ちだ。力を合わせてこの難局を乗り切ろう。私とてもののふなのだ。かなう相手ではなかったか。織田殿は裏切りを許さねえお方だ。徳川の命運は始末のつけ方次第でしょう。始末、信康を討てということだろうが、そのようなことできるわけがない。くものか。ならぬ。私とてもののふなのだ。耐えきれ、引かせてもらう。ここは引くほかあるまい。おい、任せろ。でけ。信康め、臆して動けぬのか。
やりやがる。ならば拙者が出て梅雨払いしてやろう。無駄だ。オカベ殿が出てきたか。かの者を止めよ。武田を勢いづかせてはならぬ。よく見とけよ。武田にばかり戦わせて信康は高みの見物。失礼ながら悪どい男でございますな。そのようね。きつくお仕置きしないと。ここは私が。まだ戻らないのかしら。よっしゃ、砦を落としたぜ。これで武田の増援は止まるはずだ。岡部、この家康の顔に免じて引いてくださいませぬか。敵将の面を見てなぜ引かねばならぬ。そういえば岡部殿はそういう御人だった。者ども、武田の武勇を見せつけてやれ。堪忍ならぬ。聞かせていただこう。信康はまだ動かぬか。少しばかり脅しつけねばならぬようだな。やがれ。勝頼が動いたか。信康のもとに行かせてはならぬ。兵を挙げたにしては信康の動きが鈍いな。もうよい。信康方の砦を押さえてしまえ。先に武田勢に奪われた砦を取り戻さねば、勝頼のもとへはいけぬな。岡部殿を止めることができたか。この勢いで。受けたまわった武田勢を押し戻すぞ。急げ。まだ動かぬか。もうよい。我らだけで家康を撃つぞ。これでどうだ。敵将、本田平八がのしてやったぜ。耐えきれん。聞かせてもらう。もしや我らは謀反を起こしたと思われて。だとすれば一大事。申し開きに行かねば。開門。堪忍ならぬ。ようやく信康が出てきたな。家康殿、どうするかはあんた次第だが。たとえ許しを請うてきても切り捨てる所存。それが当主としての務めと心得ている。うまく信康を討ち取ったように見せないと。桃地に何を言われるかわからないわね。お待ちください。私に謀反の意思など。あんたにそんな度胸なんてないこと分かってるわ。今は黙って戦いなさい。信康がこうも役立たずとは。もうやめだ。皆の者、今日のところは引くぞ。食らいやがれ。そこは私が。武田に通じ、兄上に刃を向けんとしたこと、許すわけにはいかぬ。信康、覚悟せよ。私が勝つ。いや、一部。任せろ。
は無念って、あれ切られてない。いいから死んだふりしてなさい。信康は死んだが、これで一件落着とはいかないでしょうな。家康と、ああ、身内から謀反人を出した以上、私も厚かましく生きながらえるつもりはない。バカね、それじゃ腹を切らされるじゃない。こうなったら奥の手を使うしかないわね。あんたたち聞きなさい、信康をそそのかしたのはこの私よ。おじ様の仇である信長に従うのはもう限界。まだ信長に従いたいならあんたを撃つ。瀬野、じゃあ全ての罪を一人で。それは私が。いや、これの時を稼ぐための。半蔵が戻るまでこれでごまかし通すわよ。勝利条件変更。これでどうだ。ものか。家康と瀬名が殺し合うとは、こりゃ面白いことになってきたぜ。家康、本気でかかってきてくれないと桃地に疑われるわよ。ほら、覚悟せよ、セナ。この家康が成敗してくれる。じゃあ任せろ。ほらほら、無駄だ。見とけよ。半蔵、ただいま戻りましたぞ。武田にナイツを誘う信康殿の書状を届けたのはやはり伊賀の忍びでござった。三代、全ては貴様の企てであろう。弁解は聞かぬぞ、観念せ。バレちゃ仕方ねえ。そうだよ、全部俺がやったことだ。ゆえ、そのような卑劣な真似を許せる。断じて許さぬぞ。勝利条件変更。くらいやがれ、くらいやがれ。俺を切れるもんならやってみな。このども、手負いの瀬名を狙え。そらそら。瀬名は先ほどの戦いで怪我を。しても、瀬名を守り抜かねば。ま、受けたまわった。しばらく俺の手下どもと遊んで。よく見とけよ。どこに隠れたって逃がさないわよ。セナ、無理をしてはダメだ。あとは私に任せて。そうはいかないわ。信康にひどいことして許さないんだから。とてもセナを止められそうにないな。ならば私が守ってやらねば。なんだあの砦で何やら怪しい動きが。こんなところで何をしている。信康方の将がまだ残ってやがったか。仕方ねえ、
ここで始末してやろう。なかなかやるじゃない。ここは私が。これでどうだ。私が勝つ。どちらが誠の桃地か分からぬが、とにかく終われば。敗北条件変更。おう、任せろ。無駄だ。いずれの三太夫も動きが見ようだ。もしや両人とも偽物か。何、信康方の将が。受けたまった。忍びに襲われているだと。助けてやらねば。受けたまった。よく見とけよ。無駄だ。トンボよりもあっけねえのな。ここは引こうか、あるまい。急げ。くらいやがれ。急げ。そらそら。無駄だ。くらいやがれ。よく見とけよ。逃げるが勝ちよ。じゃあな。本田啓発、ここにあり。